はい、皆さんこんにちは。こんにちは。はい、美容チャンネルの、麻生徹です。今日は美人女医の黒田先生のお話を聞いていきたいと思います。はい、よろしくお願いします。黒田と申します。先生さ、はい、なんかこう注入もすごい得意でね。あ、はい、なんかあのドクター向けにセミナーというか、はい、ボトックスとかヒアルロン酸のね、そうなんです、注入講師なんかもやられてて、はい、どんなことを気をつけてやられてるんですか？そうですね、やっぱりもう何ですかね、もうすごい私は結構例えば、うん、まあ、本当に注射って例えばボトックスとかヒアルロン酸って、うん、本当に打ち手によって全く結果が違うんですよね。結果も違うし痛みも違うしダウンタイムも違うので、まあ、基本的にはまず結果を出すことが最優先、最優先って言ったらおかしいか、結果を出す、あとは痛みをどれぐらい少なくするか、あとはダウンタイムをどれぐらい少なくするかっていうことを心がけてて、あとはやっぱり少量、その例えばヒアルロン酸って1本の値段が高いので、うん、なるべく少ない本数でやっぱ効果を出してあげると、る、ね、あの患者さんも良心的だね、うん、ならないので、まあ、その辺を意識してやってます。なるほど、ね、はい、案外ね、あれね、注入ってねセンスいると思うんですよね。そうなんですよ、やっぱり私がやってることをそのまま教えるんですが、やっぱり入れる角度だったり速度だったり、うん、なんかそういうのでやっぱ違うよね。違うんですよね、全然見てて、うん、あ、そうじゃないみたいなね、はいはいはい、うん、やっぱり自分なりのなんていうのかな、方法とかね、はい、特に言葉では伝えるけど、はい、センスないやつもいるよね。そうなんですよね、うん、結局は、まあ、センスなのかな。いや、あれね、オペよりセンスいると思いますよ。あ、そうですかね、うん、で患者さんそれ分かるから。あ、そうですか、うん、一旦この先生ってなったらやっぱこうリピートするんでね。うんうんうん、そうですね。なるほどね。あとやっぱりそのなんていうのかな、私もオペがメインの時は、うん、あのヒアルロン酸とかボトックスってもうパッパッパッパみたいな感じだったんですよ、うん、もう5分みたいな、うん、でも今はもうヒアルロン酸で1時間とかかけるんですよ、うん、だからそれぐらいなんかゆっくり丁寧に、うん、でちょこちょこやっぱ患者さんに鏡見せてお顔見せてあげて、うん、今こんな感じだけどもうちょっとこうがいいですかね、こうがいいですかねとかやったりとか。そうそうそう、結構ね、注入細かい人多いしね、はいはい、うん、そうするとやっぱり満足度も高いし、まあ実際やっぱり喜んでくれるので。一回ね、名古屋の方の先生でね、注入こうたくさんバチ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 売る先生に、うつ先生にね、うん、セミナー受けたことあるんだけどね、それはそれで、ね、バチンって変わるしね。うんうんうん、うん、そうですよね。でもまあちょっと細かく細かくね、うん、ニーズ聞きながらね、うん、それが合う人もいるからね、うん、はい、結構注入はね、患者さんもドクターをね、うん、こう選んで、うん、美容アカなんかでこう情報交換しながらね、うんうんうん、やってるよね、はい。なんか俺んとこは最近来ないんだけどね。それじゃあオペがオペって思われてるのかな、うん、やっぱ そうですね、うん、オペはやっぱオペする人に任せたい。俺ね、その自分で注入下手なイメージはないんだけどね、やっぱり女医さん人気ありますよね。まあでも先生がそのやっぱヒアロン酸とかボトックスやってるイメージがあんまりないから、ないのかな、わざわざ先生に行かないですよ。先生もやっぱ時間割くのね、え もうもったいないって言ったらおかしいですけど、そうね、うん、そっちで埋まっちゃうじゃないですか。あんまりね、患者さんとね喋るのが苦手でね。腕だろ外科医はみたいなところがあって、ね、はいはい、ザ外科医ですね。そうね、そういうことあるかもしれないね、はい、うん、黒田先生のね注入を受けたい方はね、ゼティスクリニックっていうところでね、はい、まあまあセンスのいいクリニックなんですよね、行かれてもらったらいいと思います。はい、よろしくお願いします、はい、この動画がいいねと思ったらいいねとチャンネル登録の方もよろしくお願いします。よろしくお願いします。